稀勢の里について徹底的に語ろうで。ええよ、俺語れるぜ。相撲の部屋をする、今日は相撲トークに花咲かすか。やめえや、なんで。これ以上語ることあるんか。昔はね、あれやったんよ、セノンも横綱になってから全てが狂ったんや。あいつは大関時代は輝かしい成績を残しとった。あのまま行ってたらどれほど楽だったかって激励受けて、これである。相撲またエス綱のレベルなんよって言われるやん。本当はあったよ、綱のレベルあったんですよ、あいつも。でもなって、左大胸筋断裂っていうね、これ非常にもう選手生命すら危ぶまれるような怪我をしました。それでなお頑張りよんや、キッセは。やけんもうちょっと温かい目で見てやってくれや。無理やり横スランした結果、そういうわけではござらん、怪我なんや。あの判断が失敗、うん、もう無理よ、終わりよ、そもそも興味ないんよ。かなり前だろ。いやで、休養してたけどやっぱ治らないんだよな、うん。癖の漫画ほんとすこって頑張れ。俺あっこ好きよ。お前は一人じゃない。よくその目に焼き付けておけっていうハゲジジイも好き。孫の前でマウント取ってるジジイも好き。クセのやめるん。まあ明日 NHK 速報が出たらもうクセやと思って、よし。よーくその目に焼き付けておけ。力士で誰が一番好きな？俺千代丸よ。千代丸って千代丸頑張れ。癖とか横綱の器じゃない、お前ら知ってるじゃんよ。まあまあタカちゃんか、タカ現役じゃないからね。現役じゃなかったらタカ好きよ。ウルフは正直見てなかったです、すいません、時代が違うんで。ドルジも好き、ドルジは憎いぐらい強かった。チオスもまあまあ好きやったかな。勢いは勢いすこ。チオス SP すこ。組んだらジョニダンっていう、組んジョニっていうね、いろいろ言葉もありますっていう。ドルジは憎めない、うん。なんだかんだ相撲界を引っ張ってくれたよね、一人横綱で。ドルジは千代洲はダンスまでする。勝てない横綱なんて言わない。いや、キセがおったらチケットが売れる。もはや客寄せパンダみたいな状況にまでなっておる。だから相撲協会としては出てほしい。でもなって、もう限界だから畜生。
そういう横綱必要ねえ。今あの金星配給マシーンとか呼ばれてるから、バーゲンセールって非常にまずい状況になっておる。今バスでばっかりなの。これがな、なかなかごちゃん見よったらこう現場民とかもおるんやけどな、温かい声援ばかりで笑ったってもっとヤジとか飛ぶのかなと思ったらみんな応援してて笑ったって。優しいね両国は。座布団も飛ばないからな。うん、靴の外頑張れヤジのシーンはカット。哀れみな。だいたいゲースポであの勝敗表とか星取り表見てるから俺。あ、今日負けてるやって。残念残念プチって。相撲板とかあるん？相撲板っていうかあのスポーツ欄のとこ行ったらあるから。ウェンカ相撲会これで。ちょっとな、白が強すぎてな、お前ら。今ね、大相撲界ではね、非常にね、白が一強になっております。これを駆逐すべく、あの老害の横進が XU を横綱に立てたんやけど、この目論みが完全にダメ。それを今日も負けそうやったんぞ。くるって回ったやつだろ。岐阜で見た。もうちょい敬意払え。すいません。でもな、敬意払いたいよ、俺だって。俺本当は好きなんやで、XE のこと。でももうアンチにならざるを得ん状況ですやん。これ以上は俺も擁護できんばい。ギフって言うな、なんで。本当は好きなのに。悔しい、悔しいよ。つまり裏切られたと。まあそんな感じですわな。こんばんは。つまりは裏切られたと。引退待ったなし。でもな、俺はまだ諦めてないよ。でもオイラまだ負けないよ。明日があるから。そして今日声明を出してます。田子の浦が、稀勢の里はやめませんって。稀勢ちゃんやめへんで、まだ明日も出るでって言ってます、親方は。だから明日も稀勢はやります。明日やめるんだろうな。十分ありえるから怖いぜ。貴景勝どうなん？今2連勝です。なかなか調子がいい。やっぱり。上がってるね。大関陣はマジクソ。土地の神とな。豪栄道はダメだ。あいつらは。高橋がなんとか初日が出たぐらい。このままじゃ厳しいぜ。稀勢も初日出てねえしよ。まず初日を取らんと。ね。稀勢の里に物申したい俺は。まず初日を出そう。したらまた変わるから。明日は誰と？土地王山。ここは勝ちたい。っていうか勝たんかったらもう引退やと思われ。御嶽は？御嶽も2連勝でかなり調子がいい模様。今日鶴竜に勝ってたみたい。ワイも明日仕事やめようかな。思いとどまれい！
わしらは一般人ぞ、踏みとどまれ。そんな流れで引退するみたいなことはやめましょう。やめてよ。ダメだよ。失業保険もらえるんならワンちゃん考えてもいいが、あと年齢を言いなさい君の。それによっては俺は飛べる。土地王山同級生。土地王山何歳だろう。31歳ぐらいか。一般人は横綱よりやめてんちゃうの。いやまあそれは横綱よりかはやめやすいけども。好きな親方。親方そうですね、もうタカがおらんなったけんな。まあ八角、八角先生、あと伊勢ヶ浜とか。八角はねえよ、長いものには巻かれていけ。八角先生はお前しわんぞ。あそこにこうよいしょしとったらもう間違いねえから、相撲界で。ここはダメ、強い者には巻かれていこう。錣山もうまあ悪くはないかな。悪の総本山、諸悪の根源ぞ。確かにな。でも他に親方って言われてもなって感じだしな。みんなで高安応援しようよ。高安はなちょっとな、先場所で稀勢メンタルを受け継いどるっていうのがバレてしもたけんな、あれはちょっと厳しいかもしれんな。あそこでね、千秋楽御嶽負けてはダメ。あそこは勝って優勝決定戦まで行って貴景勝ともう一回やらないかんかった。ここでできんイコール、もうこれはちょっとメンタルが弱いなと思いました。高安は絶対横綱になれない。いやそれは分からんけど、まだ年若いから。遠藤の覚醒あります。メンタル弱いとかどの口が。まあ俺も弱い方だが、ちょっと大関陣がね不甲斐ないですよね今。横綱も鶴竜が負けましたしね。なんなら白鵬も今日ちょっとヒヤリとした場面もありまして、もう世代交代の波は来ておる。御嶽は横綱いける、うん、これもムラがあるんでね、うん、調子が良かったらいいんですけどね、こう持続して調子が出せるかって言ったらちょっと疑問符がつく感じがしますね。次の世代がまあ貴景勝が今いいですね。やっぱり若いし勢いがあると思う。栃ノ心はあれはもうちょっとな、大関取りでもうボロボロになった感じがします。大関になってからちょっとパッとせんねって、このまんまじゃパーナナ大関になっちゃうぞ、それだけは避けねばならない。日本人の若手有望株がめちゃくちゃ多いから当分安泰だ。いやドルジの甥っ子も上がってくるぞ。あれはあれは強いぞ。あいつは今後相撲界を引っ張っていく存在になるような気がする。やっと日本人の時代が来るのかというところに、あとあの高遠力の息子でした、何だったかな、納屋だったかな、
これもまあちょっと鳴り物入りなんだが、今んとこパッとせんかなっていう感じですか。現場で相撲見よるアベマのな、時間があったら見よるけどな、アベマのあの力士が出てくる時のヒップホップの音楽かな、マジでな、ちょっとピキピキってくるよな。でなんかあのアナウンスっていうか紹介の声がまだおなんよ、プルプルって。相撲取りはハゲでもなれるよ。これがですね、大一郎が言えんくなったら引退っていう伝統的なあれがありまして、わしらみたいなハゲの民はちょっと厳しいかなっていう。あれ嘘らしいよ、ほうな。じゃあどうするん、カツラかぶるん。白露さんとかまあまあ悲惨やったけどな、ラってハゲの民な。欧州系は結構ハゲてる、白露さんはまあやばかった。引退します。小鳥稲妻もやばかったよ、横から持ってくればいいんじゃない、無理やり後ろから引っ張ってくるで。お前もう特等部から大一を言います。後ろと横こう引っ張ってきて引っ張ってきて、無理やりか、ありじゃの。安倍錦もギリギリやが、もう年だろ、いい年なんだから許してやれよ。散らかしたらどうするん、そこはもう潔く引退しますって親方に報告するしかないだろ、言えんくなったんで自分の力士生命もここまでです、よくぞ決断なされたって言いたい。なんならうなじからも持ってくる、寄せつつと一緒な、うん、床山を困らせる。こんな風にしてくださいって、これと同じにしてくださいって、えっ、あっはーっていうあの床屋の顔すこ。今ならウィッグもええんかな、星の回し合いやってる白鵬と鶴竜どう思う。まあ回し合いっていうかね、そういうのはあくまで存在しない体で話してるんだが、俺はまあ五条、これがまたあのいろいろと出てくるわけだが、五条会っていう、俺は五助と呼んでたけど、って五条ルみたいな、まあそれは本当に存在するのかどうかって言ったら、これがなかなか興味深いあのデータがありまして、今日ちょっと五条ルね、こうなんかもう JK が使えそうな感じでね、五条って帰ろうよ、ゴスケスコ。ねえよ、海洋最強な、でも海洋も海洋であの大関でヌルヌルしたいんごねっていうタイプで一生を終えたっていう、相撲強化の闇は深い、これ以上言ったら俺明日消えとるかもしれんから、相撲強化の闇には触れたくないと思ってる。それでいいやろ、いやマジであそこは本当にやばいから、こんばんは、ちょっと引退しろかす。
お前も本当は稀勢の里が好きなんだな。こうやってな、稀勢死ねって引退しろとか言うやつほど本当は稀勢の里のことが好きだから。こいつら素直じゃないんよ。もうやっぱ最弱だって、クソ死ねって言いながらも内心は本当は稀勢の里が好きなやつだな。好きだからこそ悪態をついてしまうんだあいつらは。なんでそれ言っちゃうかな。俺もそうだからだ。じゃあ応援してる人たちは何なのって。偽善な、好きな子にいたずらする小学生け、そんなレベル。頑張れ、早く引退しろ、カスというふうにも聞こえてくるよ、もう。実は俺ら将棋のことを、それだ！よくぞたどり着いてくれた、その真理にまで。内心もう好きになってきとんよ。くっ、嘘じゃ嘘じゃと思いつつも、いやよいやよ、もう好きのうち。この流れはまずい、もう大丈夫。正直課金しとくよ、やっとくわ、手続きしとくわ。仮想通貨買っとくわ。三浦九段を葬ろうとした将棋の連中も大概闇が深いやろ。うん、まああれもあれでね、なかなか厳しいもんがありますけどね。将棋の駒もと、駒どころか盤も持ってますよ。マタロウ、マタロウとか今相当強いけんな。王将戦も勝ってたぞ。マタロウは強い。今一番ノリに乗っておる。俺マタロウ嫌いじゃないし。なんだかんだやっぱり強いわ。油乗ってるね。去年からくっそ強い。今何連勝？13連勝ぐらいしてるぜ。強けりゃそれでいいのかよ。なら AI にやらせてるらハゲ。 AI じゃ面白くないじゃろ。人と人がやるから面白いんだ将棋っていうもんは。そりゃ勉強する分にはスマホを使ってもええかもしれん。 AI 同士の将棋を見て何が楽しい。駆け引きなんですよ将棋は。人間の いいこと言った。お前の将棋力100倍増しよ。いや違うね、お前らはコンピューターが打ち寄る将棋見よっても淡々と画面見よるだけよ。でも俺の将棋は違うね。しまったって、コンピューターはしまったなんて言わない。でも俺は血が通ってるからしまったっていう、このしまったがいいんですよ。やっぱ閉まるのが人間だから。そしてそれを糧に次回はもう閉まらんようにしようって。よくねえよハゲ。なんで、何言ってたこいつ。同じミスを繰り返したろ。同じような展開が見るんもまた人間の差がじゃろ。成長はしないもんよ。いやでも今日2連勝したぜ。成長してるからだろう。しかも3級と2級だ。でも30級とこに一発入れられるっていう。ハムに勝てる。ハムなんかもう、ハム師匠はもうダメだよ。
だからご機嫌なのか。ハムなめとん。まあ負けるけども。そう言って8連敗ぐらいかましてましたよね。いや 60% からマジ落ちたけんな。ほんと20何パーまで。あれは地獄やったほん。もう打ちたくないんごってなったもんな俺が。猫ちゃんたちに勝ったの。猫ちゃんたちは5匹ぐらいかな勝ったのは。こうやって信頼なくしていくんだろうな。ひふみん将棋やる。なんなら猫ちゃん倒せるんだが俺。いやぁ S4 に先導されよるぞ。チャラエツコ死んだの知っとる。家政婦は見た。ありがとう平成の大女優。縁の下の力持ちって感じでしたねあの人も。俺は嫌いじゃなかったよ。まあまあっていうイメージしかないけどな、うん、そま？いやマジマジま。あ、昔話のナレーションもあったんか。そういや昔話もうやろ。しまった、家政婦じゃないんだ。むしろそっちだ。しまった。岩名の会をやめなされ。寝流しはやめなされ。追悼やれ。無理よ。将棋もやめろ。なんで少ないなこれ量。もう終わっちゃったぞ。噛み締めるほどに癖になる美味しさ。甘辛いタレの味わいと肉の旨味、濃厚なチーズの風味が楽しめる食欲をそそる美味しさです。将棋をすればリスナーが減ってしまう。いやまあ興味なかったら去っていくだけだろうが。まず持って、改装。しかし将棋はこれからの時代には将棋を普及していかんといかんと思っとる。それだけあれですよ、時代が変わったんですよ。俺だって昔は将棋なんか何これってジジイの遊びじゃんって鼻で笑ってました。年取ったら違うんだなこれが。何深い、深すぐる。もう S の話やめろ。なんで昔からずっとブームよ。年は関係ない。そうやな、なんだかんだ藤井君フィーバーから入ったにわか棋士やけんの俺も。そろそろ殴りてえ。マジで。ほんで興味持ったの藤井先生から。キスって、キスしてて頭使うの苦手なくせに。一時遅延熱とか出たけんな俺。マジで頭痛くなったけんな。皆さんのせいで将棋嫌いになったやつはいっぱいおるで。嫌い？棋士草。自分のこと棋士とか思ってた。
いや、思ってました。障子は打つじゃないんですよ。刺すだから。でもな、あれなんですよ。増田先生の言葉にはアマチュアが駒を動かしたって、それは刺すではないんですよ。それは駒を動かしただけですって。プロの一打は刺したということになるんですって、ね、わしらがなんぼこう置いても刺したとは言えんのや。新手一生な。そう、ほんと見事だな、このカッパ。マジで名言とかも見てます。人の言葉の引用系ファイアマシャン系。でもそういうことなんだろう。そういうこと言うやつがいるから反省のやつが減るんだぞ。一段の梅原水杯みたいなミーハー感が。将棋漫画の八番タイプは読んだことある。ちょっとだけ読んだ。でもなんか格闘ばっかしだしたからもう読むのやめたんご。チカルとペカルの違いと同じだね。うん、人の言葉じゃなくて自分の言葉で語りなさい。将棋というものは、俺にとって将棋とは、まあ暇つぶしんごね。文字暇つぶしやろ、うん、